僕らを、オッコツ。ねぎらう気なんかないんだから、さっさと本題に入りましょう。これで、僕があなたたちの命令に従うと分かるでしょう。呪霊をいくら殺したところで、何の証明にもならんさ。じゃあ、縛りでも何でも結んだらいい。五条先生の教え子とか関係ないですよ。彼は渋谷で犬巻くんの腕を落としました。虎杖悠仁は僕が殺します。